では清原氏は、平安時代の豪族である。では国の在庁下人、清原のりみが不襲長に任せられ、戦北三軍を支配したとする説があるが定説はない。朝廷に服属した映像を不襲と言い,い、清原氏はこの不襲の主と資料に見える。自身も、不襲の一族ではないかとも考えられているが、系図では、中央貴族である清原氏の深谷武系とされている。しかし、 深谷部の子からでは清原氏につながる部分の信憑性に疑問があることから、元行のランデトから来た清原のりみを嘘とする財調官人ではないかとも言われている。道のく話機などでも安倍氏と違い、新人の性が明記されており、陳府将軍に部任されることができたことからも単なる不襲ではないとする見解が多いが、実際の家系についてはまだ不明な点が多い。 1990年代以降、竹の理系を、街道、兵士の一族とする説が唱えられると、これを強化する論考が続き、有力な説とする論考も現れている。道の区の不襲豪族安倍氏と、川内源氏源氏、より地下の戦いである前九年の役にて、当主、清原光頼は当初は中立を保つも、参戦以来に、答え、光頼の弟、 清原武則が率いる大軍をもって、安倍氏を滅ぼした。その結果、武則が、朝廷から受五位した陳府将軍に部任され、安倍氏の給料を六く軍を合わせ領する大族となる。武則の後を、小竹貞が継ぎ、さらにその子魔皇が継いだ。魔皇は、遠急江戸合戦で活躍し、陳府将軍となった、帝皇と同一人物とする説がある。魔皇は、当領の権限を強め、 兵士の岩木氏から養子を取って、後継者とし、さらにその妻に、源頼地下の娘を迎えた。魔皇は、こうして、武家としての清原氏を確立させようとしたが、その過程で一族の長老、吉彦秀武や伊夫伊帝、清平、伊帝家平と対立し、その鎮圧戦の最中に急死した。源の義家の朝廷により、両は二人の弟が分け合うこととなったが、 この条件を不服として家平が清平を攻撃。では国沼の作では、清平側として、この紛争に介入した、源の吉家軍を破った。家平のおじにあたる竹平は、家平の戦勝を聞きつけて、これにより起きし、では国金沢作の戦いでは老城戦を戦った、ものの清平を応援した、吉家軍により滅ぼされた。この一連の内紛を、あと三年の役と言い,い、 勝利した清平は、欧州の派遣を握り、石管家に届け出て、実父、藤原爪清の聖藤原を名乗るに至り、清原氏総領家は滅亡した。東鏡には、欧州合戦の後、源、頼朝の呼び出しに応じた、清原聖の頃の存在が記されているが、では清原氏との関係は不明である。2位の1989。 p, 高橋 1991, 野口 1993, 樋口 2008, 樋口 2011, 本木 2011, ありがとうございます。